と平和、悲しみで花が咲くものか。とても深いですね。誰かのために歌い続ける、その誰かはきっとプロデューサーさんね。そうですね、ジャヤちゃん、世界はそれを愛マスと呼ぶんだぜ。愛です、愛。涙の中にかすかな明かりが灯ったら、君の目の前で温めてたこと話すのさ。それでも僕らの声が乾いてゆくだけだ。